こんにちは。今回は FX で勝てない人が何年もやってしまっているぶっちゃけ勝てない勉強法とは何かの話したいと思います。もう結論から言います。それは何かっていうと、勝った事例、そのチャート、ここでこうエントリーしたらこういう流れになって、ここでエグジットして勝てましたみたいな、そのチャート分析した画像だったりとか、あとは今この黒鉛剤の値動きからこういう風な動きが想定できますよみたいな図とか書いてあるやつがあるじゃないですか、線みたいなっていうのをこうひたすらこう見て、そこ集めたりとかですよね。で、いろんなその勝ちパターン、勝ちトレード集、画像みたいなのをもういっぱいこうひたすらストックして集めていって、そういうのをとにかく求めてる、そういう勉強法というかね、そういうのをたくさんなんか収集してしまう人っていうのは、これね、なかなかね、ほぼ勝てるようにならないです、正直ぶっちゃけ。なんでそういうことをしてしまうかっていうと、これはまあ以前別の動画でも話しましたけど、情報を集めること、たくさんの情報を知ることっていうのは、それだけで快感だからなんですよ。脳内物質がバーって出るんですよね。なんかね、こういろんな情報を、知的欲求をこう満たしていくっていうのは、脳内物質がバーって出るので、なんかある意味のね、ドラッグなんですよね。中毒みたいになるんですよ。だからね、それをひたすら求め続けて、それを得ると満足感を得るわけですね。安心感みたいなのを得るんですよ。で、なんかやった気になるんですよ。やった気になる。でも正直言って、どれだけその勝った事例のチャートをもう何万枚見たとしても、ぶっちゃけトレードは一切上手くならないですね。っていうかね、勝てるようになるためにはそんなもん必要ないんですよ、正直。いろんな、その例えばじゃあこの手法でこのパターンで勝てました、こういうチャートで勝ちました、こういうチャートで勝ちましたみたいな、いろんな事例とかほとんど正直見る人全くないんですね。じゃあ何が必要かっていうと、勝てるセットアップ、ちゃんと相場の原理原則、優位性に基づいた勝てるトレード戦略、セットアップと手法を、もうそのシンプルなやつ、削ぎ落とされたやつを1個選んで、それをその事例を見るんじゃなくて、とにかくもうね、実行する、実践すること以外にないですね。もうそれが答えみたいなもんですよ。それをとにかくやり続けること、やり続けること、目的をまず明確にすること、そしてそれをとにかくやり続けることで、やり続けてたら分かってくるんですよね、自分の特性が。こういう時に感情的になるなとか、こういう時に取り返しに行ってんなとかっていうのが、絶対これはもうどんな人であってもあるから、それが出てきた時にそこに軌道修正かけてあげるわけですね。じゃあこういうふうにならないためにはこういうルールを作ろうみたいな。だからまあエントリーした後はなんかチャートを見ないようにする、パソコン一回落とすとか、そういうようなトレードスタイルに切り替えると か、 だからちゃんとエントリーした後にリグイット損切りが OCO で出て、もう触らなくていいような状態にするとか、そういうのを選んだりとかっていうふうに、こう自分のそういったまあ癖ですよね、をちゃんと補えるようなやり方とかに調整していくことによって、よりレベルが上がっていくんですよ。洗練されていくんですよ。要するにダーツで言ったら、投げているこの矢がより的に当たるようになっていくっていうことですね。その最初は外れまくってたのが、そうやってトレードっていうのは上達していくものなので、そこにぶっちゃけそのチャートのいろんなそのシナリオ想定とか、勝ちトレード事例集とか全くいらないってことです。だからそういうのをひたすら見ててもなかなか勝てるようにならない人は、もうきっぱりそういうの一回もうやめて、まあ、中毒になる、のね。やめて、とにかくまず1個に絞って、徹底的にそれを反復し継続的に続けるっていうことをやってみてください。これだけでも正直、これ1ヶ月やったらトレードのレベル上がるので、ということでぜひやってみてほしいんですけど、もしじゃあそのシンプルなやり方、手法っていうのはなかなか戦略がわからないという人は、僕のメルマガ登録すると、そのやり方をね、解説してる、もう一から解説しているプレゼント動画が届くので、ぜひそちらを見てそれをやってみてほしいと思います。これはもう結果がなんていうの、もう検証保証されているというか、これをちゃんとできたらもうプラスになるっていうやり方だから、ぜひそれを試してみてほしいと思います。